和志田メルロは、日本のキュレーター。戸和田し現代美術館館長。父は、大阪大学総長などを務めた哲学者の和志田ダ、正一。名前は、本名で、メルロ・ポンティに由来する。弟は、NHK 大阪放送局の演出家、足立チモジ京都市生まれ、東京大学卒業。東京大学大学院美術、私学専攻博士課程中隊。 世田谷美術館非常勤学芸員を経て、1999年より、金沢21世紀美術館、建設事務局学芸員として、美術館の立ち上げに携わる。2009年、現都現代美術館との学芸員交流事業で、半年間ベルギーに滞在。2017年、微熱やビエンナーレ日本カキュレーター。2018年3月、 金沢21世紀美術館を退職し、独立。愛知トリエンナーレ2019のキュレーターに就任したことで、両立が難しくなったためと述べる。愛知トリエンナーレ2019キュレーター。瀬戸内国際芸術祭2019。アーティスト専攻アドバイザリーボード委員。2020年4月、青森県戸和田市の戸和田市現代美術館六代目館長に就任。 サンやアトリエワンなどの古典のほか、建築批評家のイガラシ太郎などと共同で現代、建築の展覧会の企画を手掛けている。また、日本で行われた国際展の先駆けである剣の現代美術祭を調査、アーカイブ展示などによって、ベルギーのキュレーターのヤンフートの役割を明らかにした。ありがとうございます。